からいただきました。いきまーす。はい。私、小笠原真由は、次期総監督に、ガチンコで立候補します。ゆいはんが選ばれた？そんなんちゃんちゃらおかしいっすわね、高見なさん。あ、そやな。私一番近いのマーチュンやもん。あ、そやな。もうかわいそうやわ、マーチュン。以上です。めっちゃおもろいやん。マーチュン、めっちゃおもろいやん。何これ。マーチュンってやっぱり面白いんだね。マーチュンは本当に面白い。いやいや、恥ずかしい。喋ってるだけで面白い。急に何、急に。え、面白かった。すごかった。すごいわ。恥ずかしい、面白いって言われるの。高見なさんの真似本当に似てるよね、うん。いや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 。え、なんか一個やってみて、高見なさんの。な、どうしたどうだよ。めっちゃ似てるよ。歌がうまくならないんですけど、どうすればいいですか。まさみんが教えてもらっていいじゃん。あ、そうですね。教えたりよ。お願いします。関西弁だっけ。確かに関西弁ね、高見なさん。すごいわ。面白いね。やっぱマーチはもう立ってるだけで面白いから、うん、いいかもしれない。芸達者だね。どういうこと、立ってるだけで面白いって、うん、楽しみだわ、実際マーチが何を喋るか、うん。あ、それいいかも。全部高見さんのさ、モノマネしてさ。マネでやるとか。あ、もう全部。全部最初から最後まで。うん、インタビューの受け答え。どうすか、小笠原さんって言われたらもう。そうやなぁ、そうやなぁ。頑張るわ。いい、それいい。いいじゃん。いい。いいですかね。じゃあみんなモノマネ。あ、そうだね。モノマネしできないもんね、モノマネ。